はい、どうも、あきキュンです。ということで、今回プレイするゲームはこちら。はい、ドーン、ドドドドン、プルフ、ドーン。はい、行きました。ザ、免許取得シミュレーション。シンプル2000シリーズ、ボル25となっております。パチ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 、よろしくお願いします。ちょっと風邪気味で声がね、ちょっとガラガラなんですけども、まあまあ、よろしくお願いいたします。まあ、免許取得シミュレーションっていうことなんで、普通二輪、原付免許の取得に関する悩みがこの一本で全て解決ということなんでね、ちょっとプレイしてみたいなと思います。ちなみに私こと秋キュンはですね、一応免許を持っておりまして、まあ普通自動車 の免許を持っておりまして、まあゴールドとなっております。はい、では早速プレイしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ご注意、本ソフトはですね、2003年1月時点での各資料に基づいておりまして、内容につきましては今後の道路交通法改正などにより、実際の制度と異なってくる可能性がございますということですね。まあ、あと今が2018年の1月ということで、かなりね、もう15年前になりますんで、そうですね、内部内容が変わってるのかなと思いますので、あまりね、真に受けないようにしたいなと思います。で、本放送とは、運転免許してくるための学習補助用として制作されておりますが、放送と使用することによって、運転免許試験の合格が保証されるものではありませんので、ご了承ください。ということですね。まあ、つまり、これを見たところで、まあ、免許取れるわけではないですよ、ということですね。はい。お、すごい。システム。全部できます。運転免許試験場、教習所、自宅とあります。ちょっと説明書が、ちょっと待ってくださいね。はい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 、なるほどなるほどなるほど。とりあえず、自宅ではですね、あ、書いてや、書いてや。運転免許試験場、免許試験を受けることができます。教習所卒業者は技能試験が免除されます。教習所、学会技能の教習を受けられます。卒業すれば試験場で技能試験が免除されます。自宅、学会技能の練習ができます。また、各試験の、注意事項や運転免許証なども確認できます。ということですね。一応ね、私こと秋キュンはですね、免許証持ってますので、早速運転免許試験場の方へ、行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、免許センター、免許試験センター、受験手続き。免許試験を受けるのですね。それでは受験する免許の、種類を選んでください。とりあえずね、普通免許は持ってますんで、こちらの方ね、受けてみたいと思います。原付とね、このね、普通二輪、あと限定普通二輪免許というのはですね、ちょっと未知の領域なのでね、ちょっと声がね、本当に出てないっていうか、ガラガラというか、鼻声というか、なんですけれども、普通免許の方、ね、やってみたいと思います。この写真に関して、教習所は卒業されていないようですね。はい、すいません。それでは、仮免許試験から受けていただきます。学科試験、合格は、技能試験があるので、忘れず受験してください。では、学科試験を受けていただきます。うわ、長い。学科試験の制限時間は30分で、問題数は50問、45点以上。正解で合格となります。はい。任せくださいということですね。まあ、愚問であると。免許を持ってる私にとって、こんな問題は愚問であると。いや、それでは、それでは、試験を始める。早めの問題を解き終わったものは、スタートボタンで終了してもよろしい。
準備ができたら丸ボタンで試験を始めなさい。あと、くれぐれもカンニングのないように。今なんかね、まあ、iPhone、スマートフォン、携帯電話でね、何でも調べる時代になってますんで、皆さんも、まあ、自分のためにはなりませんので、カンニングの方はね、決してしないようにお願いいたします。それでは、試験開始。お、ちょっと待って、やり方が分からへん。まず、ちょっと時間食うな。チェック、セーバル、正しいか合ってるかどうかで答えるってこと。交差点の信号機の信号が黄色に変わった時に、停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合は、急停止止まる。いや、これはね、止まってはいけない。急停止するので、安全に停止できない場合は、もう行くし、黄色で、黄色の時は行ってもいいってことですね。はい。なので、誤り×園児が乗り降りしている通学通園バスに追いついたときは、乗り降りが終わるまで後ろで必ず停止していなければならない。で、状況を見てね、停止しとかなあかんか。通学通園バスの後ろを追いついたときは乗り降りが終わるまで、後ろで、これはね、待っとかなければ、必ず停止して待っとかなければいけない。必ずではないと思うんで、安全確認して抜いててもいいっていうこともあるんで、必ずではないので、バツですね。誤り。トイさん、歩行者用道路とは、歩行者の通行の安全を図るために標識によって車の通行が禁止されている道路を言う。歩行者の通行の安全を図るための標識によってではなく、車道以外のところは通行してはいけないので、まずですね、図で合ってる？問い4、図で、駐車の方法として B 車の方が正しい。 0.7m。 どういうこと？路側帯に入っとかなあかんのじゃない？路側帯に入ってた、どっちが道路？俺って左側やから B 車の方が正しい。 B 車の方が正しいので、路側帯はね、あの自転車とかバイクとか通りますんで、これは路側帯に入っていけませんので、 B ですね、正しい。はい。問い5、軌道式内は、右左折のため横断する場合や危険防止のためやむを得ない場合は通行してもよい。軌道式内って何は、右左折のため横断する場合、危険防止のためやむを得ない場合は通行してもよい。何これ、軌道式内って何やろ。オレンジの線ってこと？オレンジの線、危険防止のためやめない場合は通行してもいい。よい？わからん。チェック。あれ違う。間違った。あ、間違った。どうやって戻んの？戻られんの？あ、戻れる。横でね、戻れるみたいですね。L1、R1 で戻れるみたいですね。これ何やろ？丸ベッキーをつけとこうか。起動して。やむを得ない場合は通行しても良い。やむを得ないんでいいでしょう。はい、正しい。丸。はい。問い6、火災報知器から1メートル以内は客待ちのため駐車してはならないが、客の乗り降りの停車する客の乗り降りのためなどで停車するのは構わない。これは間違いですね。火災報知器の1メートル以内にはどちらも、止まってはいけないでしょう。はい。難しいな、意外に。問い7、普通自動車で 750kg 以下の車を牽引するときでも牽引免許が必要である。ちょっとね、何 kg 以下かどうかちょっと分からないですけど、牽引免許は多分必要ないですね。はい。そうですね、大丈夫、必要ではないですね。なので×、全部×やな。図の標識のところでは、右左折をすることはできない。図の標識のところでは、右左折することは
できない、いやこれは、できますね、できないのではなく直進と右折左折がいけますよっていうことですね。なので、右折することはできる、あできるなので正しい、はい、トイキュー結構あるのこれ、いける、終わる30分で。トイキュー止まっている車などに追突すると止まっている車などに追突すると仮定して、もし追突する時の速度を半分に下げることが半分に下げることができれば追突時に受ける力もおおむね半分になる。どういう意味や。止まっている車などに追突すると仮定して、もし追突する時の速度を半分に下げることができれば、いや無理でしょう、無理でしょう、どの時点から無理で下げることができれば追突時に受ける力もおおむね、いや慣性の法則がありますんで、これはね半分にはならないですね、これはね多分ほんまならない、×はい、図問10、図の標識で指定された、通行帯は軽車両、原動付き自転車、小型特殊通行することができる。え無理やろ、バス専用って書いてるやん、バス専用やから無理やろ、できないっていうことなので×、はい、問11、走行中カーナビゲーション装置に表示された画像を注視しながら運転すると、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になる、大変危険である、いや危険ですね、危険なので、危険であるので正しい、はい、注視してはいけないですね、はい。問12、図の標識のあるところは車や路面電車は通行できないが歩行者も通行することができない、通行止め、歩行者は、歩行者も歩行者関係ないよ、あ歩行者関係なくない、通行止め、通行止め、歩行者も通行することができない、いや歩行者はできると思うんで、通行止めってことはないってことやもんね、道が通行止め、できない、歩行者もできないですね、はい。なので丸、正しい。問13、消火栓や防火水槽などの消防施設があるところから5メートル以内の場所に駐車してはならない、5メートルやったっけ、3メートルじゃなかった、3メートルじゃなかったっけ、5メートル以内やった場所に駐車してはならない、はい正しい。なんか5メートル以内やろ、だって3メートル以内、えいいか。問14、運転手が、危険を感じてからブレーキをかけ、車が止まるまでの、車が止まるまでの距離を停止距離、ブレーキをかけて車が止まるまでの距離を停止距離ですね、危険を感じてからブレーキをかけるまでが反応距離かな、あれだね、止まるまでの距離は停止距離であってますね、はい。問15、貨物自動車の最低積載量は、自動車検査証に、記載されている量の1割増しまでである、いやこれはちょっとでも出たらあかんやろ、バツ、1割増しでも出たらダメよ、はい。問16、原付免許や普通免許などを取得してから1年間は初心運転者期間であるが、この期間内に違反などをし一定の基準に該当すると初心者講習を受けることになる、いや初心者講習受けるんじゃなくて、あれ免許停止じゃない、免許停止じゃない、受けることにならない、受けることになる、あれ受けることになる、受けることになるんか、結局あれでは受けることにならならない、まずはもう免停になると思うんで多分ね。問17、図の標識のあるところでは、右側部分にはみ出さなければ追い越しをしてもよい、いやこれは追い越し禁止のマークですね、なので、してはいけませんので×。問18、高速自動車国道では、大型
貨物自動車の最高速度は 100km 毎時である。いや、普通車で 80km なので、大型貨物自動車の場合は 60km ですね。なので×ですね。はい、体重計ドイツ方向に進行しながら進路を、右肩や左肩に変えるときは約3秒前に合図する。3秒前ではなく、30メートル手前で合図するになりますので、3秒前だとちょっと遅いんで、30メートル前で合図を出さなければいけないと私は習ったような気がしますので、×ですね。はい、と以上。道路の入り口に図の標識があれば、その道路は自動車専用道路か高速自動車国道である。そうなんかな、ちょっとこれわからんな、これわからんとか言ってたらあかんのかな。丸、はい、そうです、そうです、自信持って言いましょう、そうです。問21、右折の合図は右折の行為が終わったらすぐにやめる。すぐやめる、なんか問題がちょっとあれやな、やっぱりそう、問題がちょっとやっぱりね、なんか意地悪っぽいですね。ね、右折の合図は右折の行為が終わったらすぐにやめる。そうですね、すぐにやめなかったらずっとウインカーを右折に、右折するウインカーを出したままになってしまうんで、どこも行くんやっていうことになるんで、すぐにやめなければやっぱいけないですね。なので、はい、丸。問22、高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通車の最高速度は、排気量とかちょっと分からへんな、でも80km や、普通自動車の最高速度は、80km 毎時である。はい、丸です。見通しの良い踏切では一時停止をして安全を確認してから、通過するですね。はい、見通しが悪い踏切でも一旦停止をして安全を確認してから通過しましょう。はい、24、大型貨物乗車に荷物を積む場合、車の幅から 0.3 メートルまではみ出しても良い。はみ出したらあかんやろ、はみ出しあかんかったんちゃうかったっけ、はみ出しあかんが。なので、バス。問25、軽音機、つまり、警笛鳴らせの標識ないところ、クラクションのことですね、ないところでは絶対に鳴らしてはいけない。絶対ダメです。ただむやみやたらに鳴らしてもいけません。危ないときは鳴らして返すこと、ただむやみやたらに鳴らすことはいけません。絶対鳴らしてはいけないわけではないので、×。はい、問26、夜間一般道路で駐停車するときはどんな場合でも非常点滅表示灯か駐車灯または電灯をつけなければならない。そうですね、一般道路で駐停車するとき、夜間中でどんな場合でも、一般道路で駐停車するとき、夜間駐停車するとき、一般道路で止まる駐停車するときは、どんな場合でも非常点滅非常とか、そういうなわけではないと思うんで、これ×です。夜間一般道路で止まっていいところに止めるときは別に出さなくてもいいと思いますので、×ですね。はい、問27、夜間、電車に続いて走行するときはライトを上向きにして走行する。ハイビームにするかってことですね。去年2017年ですね、去年ハイライト、ハイビームで運転するっていうのはなんか推奨されてましたけどね、ライトを上向きにして走行しない、これちょっとやっぱ迷惑になるんで、電車に続いて走行するときはライトを下向きですね。で、見通しが悪い、遠くを映したいときはハイビームを推奨されてましたので、バズですね。はい、残り15分で、ちょうど半分ぐらい、28問目かなので、ちょうどいいぐらいのペースなので、ちょっとペース上げていきたいかなと思います。問28、横断歩道の手前で止まっている車があるときは
そのそばを通って前方に出る前に徐行しなければならない。回ってる車があるときはそのそばを通って前方に出る前に徐行しなければならない。いや、これはですね、一旦停止をして確認してから、横断歩道の手前で止まっている車があるとき、そのとこ止めてたらあかんやんっていうことですよね。まずね、横断歩道でもこれはね、徐行ではなく一旦停止っていうことなんだと思うので、誤りですね。バツ、はい。と29図の表示は、幅印が減少することを示している。幅印が減少することを示している。 あれだってのかな。もう道路の幅が狭くなりますよっていうことなんだって。あってのかな。印っていうじゃん。 あれだのかな。はい、図の標識は落石注意を示している。違いません、これはね、違いますね。何かびっくりすることがあるんで気をつけてください。落石注意はあの石のマークが確かあったと思うんで、これは落石注意ではなく、何かびっくりすることがありますよっていうことですね。なのでバツですね。はい、トイレ31、運転中に携帯電話を使用しても。2003年でも携帯電話があった時なんやな。すごいな。所長、運転には支障がないので、特に危険性がない、バカですね、使用してはいけません、いつの時代でも、運転する際は運転に集中してください。特に危険性はない、これは間違いですので×。はい、問32、自動車専用道路では原動機付き自転車は走れないが、総排気量 125cc 以下の自動二輪車も走ることができない。何 cc とかちょっとわからんな。多分まあ無理だ。 125cc 以下って無理なのかな。自動車専用道路では、いや、現はい、これはね、通ること走ることできないようにしておきましょう。はい、正しい。はい、丸。トイ33、図の表示があるところだ。30人乗りの大型乗用自動車は通行できない。30人乗りじゃなくても大きさじゃない、大きかったら無理なんじゃない、通行できない。いや、30人乗りの大型乗用自動車に限らずやと思うんで、多分×ですね。はい、問34、図の標識のある道路は普通乗用自動車以外の車は通行できる。普通自動車以外の車は通行できないですね。これは車一式ダメだっていうことなんで、だから歩行者、自転車とかかな、原付とかはいいですよっていうことだと思うんで、バツ、通行できる。以外の車は通行できる。いや、無理なの、待つね。はい、問い35、同一方向に2つの車両通行帯があり、通行区分を指示する標識がなければ車線に関係なく左寄りの通行帯を通行する。ですね、そうですね、基本的にはあの左ですね、左を、取りましょう。はい、なので丸。はい、問36、標識や表示が最大速度で指定されていない一般道路で大型自動車を追い越しするときに出すことができる最高速度は80キロ毎時ある。一般道路なので多分80キロ出したらあかんと思う。多分60かなね、一般道路だと多分80も出したらあかんので、バツ。はい、間違いない。はい、問37、標識によって軌道式内の通行が認められている車であっても路面電車が近づいてきた時には軌道式外に出るか電車から離れなければならない。そうですね、間違いないですね。路面電車が近づいてきて、やっぱ離れないと、近づいてたって事故りますもんね。ね、離れなければならない。丸。はい、問38、消防自動車の出入り口の前の図の、よくありますね。では、
停止禁止部分を表している。え、そうやね、停止したらいけませんよということですね。緊急車両なので停止禁止部分を表している。駐停車禁止ってことか。停止だけじゃなくて停止禁止、駐停車禁止だから止め、停止だけではなくってことか。はあ、引っ掛けか。くそ、いや多分ね駐停車なんで、停止だけじゃなく駐車もダメになると思うんで、分を表してる。でも停止含まれるのか。停止禁止、停止禁止、分を含まれている、表している、丸丸にしていきます。はい、139、ちょっとね時間がなくなってきたんで、ペース上げていきたいと思います。139、自動車専用道路における大型乗用自動車の最高速度は60キロマイジである。自動車専用道路における大型自動車は60キロです。はい、間違いありません。はい、140、安全地帯の左側は駐車禁止であるが、停止して客を乗せることは違反にならない。駐車禁止で左側、安全地帯の左側、違反とはならないですね。はい、はい、どうか。41、道路に並行して駐停車している車の右側には、駐停車をしてはなら、道路に並行して右側にはしてはあかん、道路だって出てまうやんねえ、ということやろ、ということやんな、駐停車はならない。はい、42、総排気量が 650cc 以下の普通自動車の積み荷の高さ制限は、地上から 2.5 メートルを超えてはならない。2.6 やった、2.5 やった、 1.8 じゃなかった、 2.5 かな、 2.5、超えてはならない。はい、正しい。と43、連続して運転すると疲れが目に出るから、少なくとも2時間に一度は休憩すべきである。そうですね、まあ休憩はした方がいいでしょうということで丸。はい、44、トンネルの中や濃い霧の中でも 50m 先が見えないような場合でも、昼間であれば前照灯をつけなくても良い。いや、これはね、つけなきゃいけないですね。自分が見えるっていうよりも、対向車、他の人たちに車がいますよっていうことを知らせる、ね、ためにもライトはつけないといけませんので、誤りですね。まず45、左側部分の幅が 6m 未満の道路で追い越しをするときは、道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができる。左側の部分の幅が 6m 未満の道路、追い越しするときは、いや基本的には追い越したらあかんから、これは罰ですね。できないなので丸か。はい、と46、初心運転者標識や仮免許練習標識をつけている車に対しては、速報通行や追い越しをしてはならない。いや、対しては、追い越してはいけないのではなく、初心者運転者標識をつけている人や、仮免許の人たちがは、追い越してはいけないということなので、逆なので追い越してはならないので×ですね。はい、47、高速道路を 100km 毎時で走行中の車の車間距離は約 50m 必要である。確かね、これはね、大体ね、速度とメートルとほぼ一緒だったと思う。多分50では、多分50キロなら50メートルですね。なので100キロやったら100メートルは離しとかないといけないので、これは×ですね。50メートル、約50メートル必要である。違う違う、足らんから×やな。はい、48、道路の片側の幅が6メートル以上あるところで追い越す。右側にはみ出す。あれ、なんか先に言ったような問題があった。どこや、ほら、どういうことや、引っ掛けか。道路の片側の幅が6メートル以上あるところで車を追い越すときは、右側部分にはみ出してはいけない。あ、6メートル以上あるとかないとかってこと。6メートル以上あるときははみ出し
ではいけない。はみ出しあかんやろ、だって逮捕者来てるやんけっていうことかな。なのでいけない。はい、丸っていうことは、さっきのこれは右側部分にはみ出して通行することができない。俺どっちにしたっけ。あ、正しいじゃん。通行する、はみ出して通行することができない。ということで、これわからん。これ2つわからんわ。ちょっと待って、わからん。ちょっとしんどい。喉がもうガラガラでもしんどいし、考えがまとまらん。49、図の標識のところでは展開できないが、交代はできる。交代？バックするってこと？交代した。わかんない。え？交代はしていいんか。交代はしていい？ U ターンはあかんもんな。展開はしてあかんけど。でもそんなところバックして後ろ車来てんじゃない？そんなバックできるところにそんな標識ある？うわ、引っ掛けか？わからん。交代はできる。だって下、交代禁止のマークではないもん。だから交代できる。正しい。50、人を待つために5分間停止した場合駐車になる。エンジンがついてればすぐに発車できる状態であれば、エンジンがかかってすぐに発車できる状態であれば、駐車にはならないはずなので、これはバツですね。エンジンをかけておけば、運転手がいて、エンジンをかけておけば、これは駐車にはならないということなので、待つということで、とりあえずね、一通り終わりました。ちょっとやっぱ難しい。ちょっとやっぱ忘れてるというか、意識してないものとかもあるんで、普段ね、運転してて。なので、ちょっとこれはちょっと不安ですけれども、試験は一応残り3分を残して終了ということになりましたんで、結果を、見てみたいと思います。50問中ね、45問で、合格なので、果たして、ゴールド免許の私こと秋君はですね、仮免許学科試験合格しているのでしょうか。ということで試験の方を終了したいと思います。試験終了。それじゃあ100点、100点きた、100点きた。だあ、嘘、38点。50問中38点正解、38問正解、不合格です。もっと勉強してから受けに来なさい。嘘や、マジか。結果とかって教えてくれんの？あ、結果教えてくれる。間違ったところ点滅してる。間違ったとこ点滅してるってこと？あ、答え誤り、誤り正しい。あー、マジか。ちょっと見てみましょうか。歩行者用道路とは、歩行者の通行の、安全を図るために標識によって車の通行が禁止されている道路。え、合ってるやん、これ丸やん。お、なんつってたさっき。あ、標識がないところも歩道があるんやろって言ってたんか。ああ、そういうこと。歩行者用道路っていうのは標識によってっていうことなんですね。なるほど。おっと、失礼。歩行者の通行のためだけに設けられた道路です。いや、ちゃやん、それわかるよ。でもわかるけど、この標識が、標識によってかどうかわからへんのっていうこと。そう、標識がなくても歩行者用道路ってあるんちゃうんかって思ったんですけど、ないってことですかね。じゃあね、まあこれは合ってましたね。 B の方が正しい。あ、全部解説してくれてる、すごい。右左折のため横断する場合や危険防止のためやむを得ない場合は通行してもよい。
そうや、やむを得ない、危険防止のためにね、やむを得ないのはいいんですよね。はい。火災報知器から1メートル以内の客待ちのために停車してはなら、駐車してはならないが、客が乗り降るために停車することは構わない。あ、これは停車してもいいっていうことですね。駐車禁止場所ですから停車はできます。なるほど。こういうね、引っ掛け問題がね、結構あるんですよね、学科試験、免許の。ね、これは原因はいらないですね。いや、いらないですね。全員が右折することはできる。これはできますね。はい。できないときはね、矢印がないんで。止まっている車などに追突する過程として、もし追突するときは、半分になる。衝撃力は速度が半分になれば4分の1になります。なるほど。半分になれば4分の1になるみたいですね。ちょっとその辺、わかんないですけど。はい。図の表記指定された通行帯は、軽車両を原動付き自転車、小型より通行ができる。あ、通行速度できる？通行できます。何やその解説。冷たいな。バス専用って書いてるけど、通行はできるみたいですね。そうなんや。まあ、走行中危険なので注視してはいけません。ということですね。はい。歩行者も通行できません。ほら、通行止め。やっぱりそうですね。駐車禁止場所です。そうですね。5メートル、3メートル以内かなと思ったけど、5メートル以内ですね。はい。止めてはいけません。冷気を切るまでの停止距離という。あ、空想距離。何や、反射距離って。反応距離とか言ってたら。そう、空想距離と、制動距離プラスあイコール停車距離ってことですね。はい。難しいな。はい、その通りです。最低速度を超えてはいけません。いけ、講習を受けなければなりません。なるほど、そういうことか。なんか講習を受けるだけで済むみたいなことなんかなと思ったんですけどね。なんか免停になるみたいなことなんかなと、なんかよう考えすぎたな、ちょっと。はい。追い越しをしても、え？右側部分にはみ出さなければ、あ、道路の右側部分にはみ出さないときは追い越せます。そういうことなんや。あ、これはもう完全に、あ、やばいな。ほら、80キロ。ね。これは言った通りやったと思います。ただし、あ、3秒前に合図をします。3秒前でいいんや。1、2、3。間に合う？僕が免許取ったけど多分変わってるのかな。うん、ほら、行為が終わった、行為が行為って言われるとなんかあれやな。行為が終わった時には合図をやめます。はい、行為が終わった時に合図をやめますね。みんなそうですね。はい。50km 毎時で、100km 毎時ですってことですね。はい。左右で安全確認から、はい。信号で通過するとき以外は必ず一時停止です。車体の幅までです。ね、はみ出してはいけません。重さも超えてはいけないですし、はみ出てもいけません。と、そうですね。はい、危険防止のために鳴らすことはできます。絶対してはいけないってことはないですね。はい、停止表示機材を置く場合は必要。あ、そういうことか。停止機材を置く場合は、なんか三角とかこうチカチカしてとかパイロンとかね、立てる場合は、いらないですよって。ハザードたかなくてもいいですよってことですね。はい。で、上向きに走行する。
上書きにすると、はい、前の車に迷惑なので、やめましょう。安全のために一時停止します。そうですね、旅行ではなく停止してから行きましょう。ほらこれほらやっぱ幅、じゃあ左線種車線数減少、そうや車線数減少や、あー道の幅じゃないや、そうやそうそう、あーしくったな。いや注意注意を示している、その他の危険のけね、そうですね、落石のやつはなんかこう石のマーク、石が落ちてくるマークなので、これはもうびっくりマークです。その他の危険ということですね。それの危険でないねんっていうね、っていうことなんですけれども、いきなり何か飛び出してくるよとかね、そういうことですよね。はい、運転中に携帯電話というのは、周囲の状況に対する注意が不十分になりますので危険です。はい、なので危険性があるということですね。 125cc 以下の自動二輪車も通行できません。はい、そうですね、自動車専用道路なので、まあ通れないっていうことですね。車以外は、自動車以外は通れないっていうことですね。これ大型乗用自動車通行止めの規制標識です。でも30人乗り、あれの大型自動車通行できないから、あそうか、あそうか、日本語が難しい、そうか、はあ、なんか変な間違いしたな。例えば10人乗りでも大きかったら通られへんやろうとかって思ったんですけどね。なんかね、単純に30人乗りの方は通れないっていう、あの標識の時は通れないっていうことが問題やったみたいですね。はい、まあ二輪の自動車以外の自動車両通行止めの標識です。はい、なので自動車以外は通れます。左側の通行帯を通行します。そうですね、まあ左側通行ですね。はい、60キロ毎日です。はい、速やかに電車から離れましょう。電車に近づくなんてね、そんなバカなやつがいるのかっていうことなんですけれども、まあ、今のね世の中ちょっとね分からないですよね。この間もね、85歳のおじいちゃんがね言うのもありましたからね。よし、停止禁止部分の表示です。だから駐停車禁止なので、ね、止まってること自体がダメっていうことなのでね。はい、自動車専用道路は一般道路と同じです。あ、そうなんや。はい、これ安全自転車で停車している誤り、停車禁止であるが停止して逆走することやんだから停車も禁止です。どういうことや。電池車の左側は駐車禁止であるが停止して、まあ駐停車禁止ということですね。安全地帯っていうのはあれかな、あの黄色とあの点滅、あのあれしてるやつかな。ちょっと記憶にないな、あ覚えてないな。はい、二重駐車は禁止です。横に並べて止めてはいけないですね、危ないですね。はい、おっ、 2.5 メートルを超えてはならない。 2.5 メートルまでは積むことができます。2時間に一度は休みを取って運転しましょう。ゲームはですね、1時間に15分の休憩を取って、適度な、休憩を取って、ゲームしましょう。はい、前照灯をつけます。これつけないとね危ないですからね。はい、次、右側にはみ出すことができます。そうですね、はみ出さないでは通れないですからね。それはね、はみ出してもいいやろっていうね。はい、
幅寄せをしたり、前方に割り込んではいけません。幅寄せをしたり前方に割り込んではいけないですけど、追い越すことや横を通行するということは問題ないということですね。はい、幅寄せで前方に割り込んではいけませんよ。はい、約 100m は必要です。ほら、これはね、あの時速100キロ出てたら、車間距離は 100m。 こういうふうにね、時速と同じね数字が当てはまるっていうね、なんかそんな覚え方してましたね。はい、 6m 以上あるところは追い越すときにはみ出してはいけません。幅が広いんで、よっぽどのことがない限りね、はみ出してはいけないっていうことですね。はみ出すことはないだろうということですね。 6m もあるんですからね。車の幅がね、だいたい 1.5 ぐらいなんで、 1.5?1.8 とかなんでね。展開はできないか、お手手が交代は禁止されていません。そういうことですね。まあ、あんまりね、そのバックできるようなところにこの方式があるのかということなんですけれども、ね、バックは禁止されてないですよということですね。これ、あれ、自信あったのに。人を待つための停止は駐車です。ということらしいです。エンジンさえかけてすぐ出発できるような形であれば問題ないのかなと思ってましたけれども、ああ残念ながらもう間違った。ああ残念ながらも間違って不合格でしたね。ショック、すっげえ鼻が詰まって鼻声でしたけれども、はい、ということでね、今回はこれね結構30分でね楽しくあのクイズできましで、クイズというか、まあ運転のね免許の標識などのクイズであの復習できまして、よかったなと思うんですけれども、なかなかねやっぱりの試験受けてから15、6年経ちますんで、ね、15、6年経ちますんで、やっぱ忘れてることも多いですし、まあ今もねあのもう2017年であの変わってるんですけど、あの試験あの標識とかね道路交通法というのはねやっぱ変わってるんですけども、やっぱり基本的なところっていうのはやっぱりね、また新しいことを勉強して再度復習して覚えておいた方がいいかなっていうのをね思いましたんで、またねこちらのゲームをプレイして、今度はね見事合格して、次の実技の試験受けたいと思います。それではね、あの鼻声で大変あのお聞き苦しいお見苦しいとこもあったかなと思いますけれども、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイポン。